冬の寒さですっかり葉を落としたコナラやクヌギ、その寝静まった雑木林に穏やかな日差しが降り注ぎます。冬の日差しは植物にとって貴重な光なのです。落ち葉を温め、土に埋もれている種を寒さから守っています。雑木林で咲く植物は落ち葉の下で春の訪れをじっとじっと待っているのです。寒さも幾分しのぎやすくなってくると節分草が咲き始めます。日当たりの良い斜面にミスミソウを見つけました。雪割りソウとも言われ、雪の下から顔を覗かせる可憐な花です。花の香りに誘われ、虫も目を覚ましたようですね。の芽吹きよりも一足早く咲く吾妻いちげ、山里に春を告げる花です。この花を撮っていたのですね。可憐な美しさが魅力のスミレです。林の中にシュロソウの葉が伸びてきました。どんな花が咲くのでしょうか。楽しみです。日本各地で見ることができる花です。黄金色のような黄色い花が特徴のヒメリュウキンカ、冬の間から少しずつ芽を伸ばし、やっと花が咲きました。拳の花が咲く頃になるとカタクリの群生が見られます。うつむき加減に咲く姿はまるでお辞儀をされているようで、花たちに歓迎されている気持ちになってきます。カタクリの花言葉は初恋、恥じらう気持ち、切ない気持ちが連想されます。
雑木林に人知れず咲く山野草、そのどれもが生きるものに活力を与え、人々に春の訪れを知らせてくれます。